間違いないですね。トマトのこう酸味が生クリームで柔らかくなってて、こんにちは、ペリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はツナのトマトクリームソースを作りたいと思います。お、すごい、なんかベタというか。そうだね、今までねトマトクリームもあんまりやったことないし、ね、ツナのパスタもあんまりやったことないし、はいはい、ちょっとね今日は私が料理をまあ志すきっかけになったちょっと一品を作らせていただきたいと思っております。いわゆるあれだ、学生の頃に家族に作ったっていう。そう、よく知ってるね。高校生の頃かな、当時オレンジページを見てケチャップのパスタがね我が家では主流だったのを、まあ、トマトソース作ってちょっと作ってみたのよ、はいはい、そしたらもう家族がもう大喜び大感動してくれて。あ、そう。それが自分の原風景にあるのね。でイタリア料理やりたいなとか、うん、イタリアで修行したいなとか、でそういう思いが芽生えたのそこなのよ。なんでまた今日？あのね、5月26日、はい、本日がうちの母の命日なのよ。うちの母は15年前に亡くなってるんだけど、結構そうそうそう、2年前が13回忌で、まあ、うちの母もそのこのパスタを食べて喜んでくれたのよ。やっぱその気持ちもね蘇ってきて。なるほど。でなんでかっていうと、ほらついこの間さお母さんのお話されたじゃん。ああ、はいはい。そうそう、あれで俺もうるっときちゃってさ。うちはね、まあ、もう10ね、もう15年前に亡くなっちゃってるけど、やっぱ母の墓前で今さ墓参りもできてないのよ。ほんと2年前はに13回忌でたまたま帰る、たまたまってその時はコロナなかったから帰れたけど、今もう帰ることもできないし、あ、ね、まあまあちょっとねそういう母を思いながらじゃないけど、いいじゃないですか。そういう一品もあっていいかなというので、いい、私のもう一番最初に作ったイタリアンかもしれない。玉ねぎね、今日はもう普通の玉ねぎです。ニンニクね、でツナね、でマッシュルーム、これも水煮です。生クリームでしょ、トマト缶とオリーブオイル、お塩、胡椒、そして仕上げにパルメザンチーズね。これ初登場ですね。はい、うちのチャンネルでは初登場だね、うん、いつも代用でこれ使ってくださいねと言ってるけど、いつもねパルミジャーノチーズ、まあ、ね、まあ、逆に言うとあの家にきっとあるからすぐサッと、実はそう、実は今までめちゃハードル高いものでやってたから、まあ、すぐで、まあ、最悪牛乳でいいでしょ。なこれなくてもいいの、あのオレンジページにははっきり覚えてんだけど、サルサローザって書いてあったの。こじゃれた名前書いてあるな、はい、で意味分かってないのその当時は。でもサルサローザって響きだけ覚えてて、サルサソースね、ローザはロゼ色のソースとかな、トマトソースは赤だ、クリーム落とすとロゼになると。ね、なるほど、はい、じゃあやっぱ牛乳でもいいな。そうだから、ピンクのソースさえできればサルサローザになるってことだ。そうそうそう、なくても全然普通のツナのトマトソース。今日はねもう本当にシンプル、玉ねぎ切るだけだもんね。玉ねぎは2人前で、こちら2分の1カット、もう一回ね、玉ねぎは2分の1カット使います。ごめんなさい、玉ねぎは2分の1個使います。何回言うんだよ。久しぶり普通の玉ねぎ使ったの。本当だね、ね、この色懐かしいな。懐かしいね、うん、俺は料理好きだったから、うん、学生の頃、うん、あ作ってた、フレッシュページが買ってた、うん、俺あ、おえ自分で買うことあった、自分で買ったと思うよ。すごい、俺は家にあったやつを、そうなんだ、うん、そうそう、その中でパスタを選んだのは何だ。いや、なんだろうね、わかっ、こじゃれてっからかな。こじゃれてっからかな。やっぱ、まあ、要はあの家で食べないものを作ろうと思ったね、まあ、和食はね、よく食べるし、うん、中華はちょっとハードル高いし、これぐらいだったらできるかなとかっていう、そう、ね、そういうレベルなのと、うん、かね。じゃあ、ちょっと玉ねぎはね、スライスしますね。はい、そのサルサローザってやつはイタリア料理の道に入ってから出会ったの。いや、サルサローザってね聞いたことないんだよね実はね。イタリアン、そうで、あんまりイタリア料理でトマトクリームソースって出てこないんだよ実は。あ、そうなの。うん、現地でもトマトクリームのパスタって多分一回も食べてないかな。マジで。うん、割と日本人が好きなんだと思う。特にワタリガニとかさ、シーフード系のはちょっとクリームを落としてね、あるよね。だからまあ当時ね、生クリームを自分で買ってきたのか母親に頼んで買ってきてもらったのか覚えてないけど、急にどうしたのって感じだよね。生クリームね、ね、ニンニク潰しますね。多分ニンニクは使ったと思うんだよね。それもね、果たして覚えどうだったんだろうなっていう。いや、意外にさ、うん、ニンニクも使ってないかもね。使ってないけど、俺学生っていうかあの頃に家にニンニクあった記憶ないもんな。うん、ないよね。だから
頼み込んで買ってもらったのか、ニンニクなしでスタートしてる可能性もあるね。まあ、でもオレンジペンチはニンニク書いてあるでしょ。うん、そこ抜かないでしょ。とはいえね、30年前もそもそもどうだったのか全然わかんないけど、イタリアンってちょっとずつもう浸透もし始めてるから、あ、ね、たっぷり調度がね、たくさんね、全国展開し始めてこれ。そうこの頃にはニンニクだったでしょ。うん、ね、と思うけどな。はい、OK です。じゃあニンニク一かきをみじん切りにしましたね。もうマッシュルーム開けとこうか。久しぶり開けるな。そうね、本当にそれ久しぶりだな。丸ごとスライスね、マッシュルーム水煮ですね。そのパスタはね、おふくろさんとおふくろさんも、あと妹さんも食べたの。そう、あの家族4人で食べたと思う。それまではケチャップのナポリタンみたいなのがうちで食べるパスタだったと思うの。いや、間違いないでしょね。ナポリタンとミートソースしかない。そうね。でミートソースも多分自分のところで作ったミートソースはないと思うんだよな。いわゆる缶詰ね、缶詰とかレトルトだったと思うのよ。であれも美味しかったじゃん。美味しかった。ね、まあ今ももちろん美味しいんだけど、その時作ったのがオレンジページでさ、例えば中華とかさ、別の料理だったら、俺は今頃多分中華料理屋やってるよ。なるほどね。うん、じゃあ今頃青津飯店。YouTube のチャンネルやってるから。青津飯店サブチャンやるか。じゃあね、オリーブオイルもあったんだろうな。どうかな、これもよくわかんないんで覚えてないんだよね。オリーブオイル多分あったと思うんだけど。あったでしょう、ね、まあでもオリーブオイルとは絶対書いてあるだろうか ね。おそらくはオレンジページにしっかり従ってやったと思うのよ。はい、じゃあね、火にかけていきますね。弱火で。俺も18ぐらいの時にお風呂に、なんか作ってあげた。ペペロンチーノ作ってあげて、しょっぱいって言われて。あ、ほんと。はい、ニンニクはある程度ね、グツグツいってきたら、ここでも玉ねぎ入れますね。いや、俺そのペペロンチーノが美味しいって言われたら、俺もしかしてイタリアンあったじゃん。いや、ほんとよ。イタリア行こうかなと思ったかもしれないよ。かもしんないね。うん。だって俺はやっぱりそれきっかけで、高校卒業したらイタリア行きたいと思ってたから。あ、そうなんだ。そう。もう何にも分かんないよ。知識も何にもないし、イタリア語ももちろん分かんないし、で料理もね、もちろんこんな家でちょっとやるぐらいでさ、何ができんのって話だけど、イタリアに行くのが一番早いかなと思ったもんね。へえ、うん、そう。間違って忘れたら入っちゃう。それを言うとさ、ちょっと間違ったって変でしょ。一生懸命頑張って入ったんだ。そう。まあそれも親の助言もあったけどね。東京出て視野を広めてからでも遅くないんじゃないって言われて。あ、そう。そう。すごい素敵な子なんだ。そう。だから全然あの無限に反対されたこともなくて、それでからでも遅くないよって言って大学行って会社になるわけですよ。あ、そう。間違ってできるから。そう。それはね、間違って入った。それは、ね、結構間違って入って、そうリクルートって会社に入って7年半勤めるんだけど、働いて6年2年目の時に母が亡くなるのよ。そう、自分的にも仕事楽しくて、言ったらもう料理のことすっかり忘れてた。そう、自分で言うのも変だけど、まあ脂が乗ってる時期でさ、ね、要はそのタイミングで母がさ、ちょっと体調が悪いって病院に行って検査したら余命半年ですとってなったんだよね。それがまあ胆管癌ってもう本当に見つかるの最後みたいで、見つかった時には割ともう手遅れの時があるみたいで、もうショックだよね。まさかと思って、ぴったり半年だった。いろいろ手は尽くしてさ、いろんな先生に見てもらったりとかさ、東京にも呼んで、東京で権威と呼ばれてる先生にも見てもらったんだけど、ちょっと難しいねって言って、でいろいろやったけど、やっぱりもうそのことがあって、あとまあもちろん母がね、5月26日に亡くなってからは、やっぱり生きる死ぬとかさ、命とか、もう本当にこれでもかっていうぐらい考えたもん。そう、初めてに近かった。まあもちろんね、じいちゃんが亡くなったとかあったんだけど、初めて近しい人がまさか、しかもこのタイミングで、ね、亡くなっちゃうかっていうタイミングだったからさ、まだまだ親孝行できるし、してないなっていうのがあった中でそれだったから、例えば自分が54で亡くなる時に残り20年しかないわけ、20年ちょっと、何をなすべきかなとかね、何のために生きてんだろうとかね、答えがだから、それで自分はもう人生の棚卸したわけですよ、これまでの30年間ね。で棚卸したら高校時代にそこに行き着くのよ。で、すごい棚の奥にあったやつ。そう引っ張り出してさ、で母が亡くなって初めて気づいて、ああ自分ってそういえばイタリア行きたかったなっていうと、それきっかけでさ、もう会社すぐ辞めて、でそのままイタリア行って、ね、うん、そうなんです。はい、じゃあ、はい、玉ねぎもねしんなりしてきていいかな、こんぐらいでね。じゃあツナ入れますね。はい、もうシンプルですよ、ツナと、ね、家にいたらツナのパスタよ作るよね。このチャンネルでツナは回さない。はい、じゃあここでもうツナも一炒めしたらトマト入れます。手で潰したものです。
これでソースを半分ぐらいにするまで煮詰めていきましょう。楽ちんだな。楽ちんだね。じゃあ、はい、もうパスタ茹でようか。そうだね。ね。9分だ。はい。オッケー。あなたがお母さんに作ったように、はい、僕も奥さんと同棲してる時にこんなパスタを作った気がします。作ってほしいって言われたでしょ。そう、どうだったの。言われてるよ。その頃は言われてるよ。わりかし皆さんどこかでこの手のパスタ作ってて、いや作ってるよ。なんか思い出があるかもね。1個2個ね。当時はもちろんね。そうそうそう。誰もないっすわ。そうね。じゃあマッシュルームもね、ここで入れて煮込んでいきましょう。そういう時にまあそのマッシュルームやっぱ使ったね。使ったよね。作るんだよな。いやそうなんだよ。なんだろうね、マッシュルーム一つ入るだけでちょっといつものお家の料理じゃなくなったんだよ ね。きっとね。パスタ茹で上がりました。じゃあソースにね加えてきます。ソースもねだいぶいい感じに詰まってます。これでさ、ジャパニーズイタリアンの典型みたいな。これ日本人が解釈してなんか適当に作ったら適当ではないと思うけどね。はい、じゃあちょっとあえていきます。これはこれでやっぱ美味しそうだね。ツナがねやっぱ絡むしね。最近調子乗って忘れてたんだ、この感じ。玉ねぎとツナ入れればなんかなんとなく美味しいパスタができる。そう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 、やってないよねそうなんだよ、あのイタリアン焼きそばとか作ってる場合じゃないわマジで。オーダーされたから作ったけど原点にね帰るパスタですよ、ね。いやまさかな、この料理を皆さんの前で披露することになろうとは。よかったね。うん、本当は嬉しいよ。だからこのパスタって久しぶりどうするの。もう作ったことない。そうだね、思い出しながら作ってるからね。こんなんだったろうなっていう。じゃあ今青ちゃんの目の前には岩瀬の実家の、ない家の実家のキッチンがこう目の前に広がってます。懐かしいな、どんなキッチンだったかな。ああ、そうそうね、だいたいぼんやりと。今家変わっちゃったからあれなんだけど。汚ねキッチン見たことないの。だいたいだからキッチン汚いんだよ失礼だろうな。だいたいまあね、そうね。じゃあお塩しましょう。当時なかったラビダのお塩使います。アラジオがなんか、アラジオが辛いのよ。アラジオ辛いね。パスタ茹でても辛くなるもんね。確かにね。そうだ、あれをぶわーって入れたら多分ペペロンしか辛くなっちゃう。ラジオだったかな、ちょっとあのすぐ固まるやつね。そうそう、サラサラ塩なんて味塩だけでしょ。そう、味塩はあった。テーブルに味の素とともにあったね。胡椒もしましょう。はい、はい、あ、そう胡椒してねえかな。してないと思うな。ないもん。これないもんね。もんえ、でも胡椒はこれだ。いやでも粗挽きないよ。粗挽きはないけどさ、こういう あったじゃん、ラーメンにかけるやつ。あの細かいやつ。テーブル胡椒あれ入れたのこれは絶対ないけど、多分こうやったと思うんだよな、おそらくは。それで揃えたらね。ね、そう。うん。いやーないかな、多分。多分ないと思う。で、おそらく茹で汁を入れたってことは多分ないと思う。ないと思うんだけど、ちょっと入れとこうか。ね、こういうこともやった。そう。ないよね。多分これ絶対流してると思うから。これ残ってないと思うんだよね。そう、残ってないと思う。と思うんだよ。まあ分かんないよ。当時のオレンジページに従順に従ったから、多分その通りやってるはずだから。でも俺もさ、見たけどやっぱり当時パスタ入れてもゆで汁入れるってなんか書いてあったかな。なかったかね、そういうのがまだなかったかもね。さあ、OK です。ここでサルサローザ、はい、生クリームをちょんと落とすわけですよ。まあ、ちょっとしたように一番いい生クリームかってたこれしか売ってなかったねそう、後ろ裏にはこれしか売ってなかった。当時ね、岩瀬には成城石なかったからね絶対ホイップで食物しかないあ、でもほらね、ちょっとピンク色のソースになりましたよね。これでもう軽く火を通したらもう終わりですね。あ、素晴らしい。はい、出来上がり。オリーブオイルもかけられないからね、この後は。オリーブオイルかけません、板パセもないですいや、ツナが絡んで美味しそう。マッシュルームも仕上げですね、これパルメザンね。はい、パルメザンかけます。これこれ、こんな感じだったな、間違いない。タバスコなかった。いや、タバスコあったオッケー、でも完成です、ね。間違いないですね。美味しいね。美味しい。あれ、オレンジページすげえな、美味しいな、うん、オレンジページすごいね全般的に懐かしい感じがする、うん、懐かしい、懐かしいな、ね、トマトのこう酸味が生クリームで柔らかくなってて、ね、子供食べれるの、これ子供大好きだよね、うんうん、いつも何か入ってるからさいつも難しいものが1個入るからね調子乗ってケーパーとか入れちゃうからいや、美味しい原風景で何よりです、うん、こっからね、スタートしてご縁があってこういうチャンネルもね、そうですね、やってるわけですよ、うん。どうですか、じゃあお母さんのメンチに食べたパスタ。いやなんかいいね、墓前で報告した感があるぐらいの、
ね、うん、なんかほらお店をクローズしたことも伝えられてないし、ああそうか、こういうねチャンネルをスタートしてることももちろん伝えられてないし、まあまあなんかこうお墓参りしたいなっていう思いはずっとあって、まあでもねこういうきっかけがあってさ、なんかちょっとこう母のことを思いながら皆さんにも聞いていただいて、こう思い出して話ができたことで、ね、とてもいい時間を過ごしたなっていう感じだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。またアウストラトリアのレシピ本パート1パート2絶賛発売中です。よろしければお買い求めください。